俺、TWICE のサナが好きなんだけど、さすがに付き合うのはむずいやん。だから山本舞香狙ってるんだけど、どう？顔は竹内涼真に似てって言われると思ってる。あ、最近さ、北海道でさ、俺の美容専門学校の時の友達がね、メンパやっとおっちゃけど、そのメンパに顔出したわけよ。うわ、久々やんっつって地元の友達やったけん。お前に紹介したやつがおるっつって、俺と一緒にメンパ部を今やっとうやつなんやけど、ためて面白くていいやつやけん、紹介していいって言われて来たやつが、顎にほくろがある、ここまで和彫りが入ったブスやったっちゃんね。やけお前バリブサイクやねっつって、お前バリブスやんっつって、したらそれでも俺は竹内涼真に似とって言われるったいって言よったっちゃ。やけんその顎のほくろもすみなんっつって、俺はほくろとか言わとって、そのくだりをめっちゃ思い出した。なんか竹内涼真は近アップブサイクやないかっつって、お前絶対それタトゥーやろっつって、お前これは自前やっつって、そういうくだりを思い出した。お前あいつやろ、北海道住んどろお前。で、お前ここまで和彫りが入っとろ。違う。あ、そうやった。お前まだ学生やった。違った。でも竹内涼真自称するやつはもう俺、あいつのせいでブスと思っとっちゃう。それお前、ダメ。絶対そんなこと言っちゃいかん。俺だって言わんよ。なんか芸能人誰に似てるって言われますかって言われても言わんもん、自分から。あんまちょっと恥ずかしいけん。やめろやめろ、そういうこと言うな。自分から自発で芸能人に似とうっていうのは良くないムーブやぞ。で、お前の相談何やったっけ？全部忘れた。